秋4番、三国支援儀からの、登園の誓いの差し絵。黒牛、白馬を置き、三人は祭壇の前で誓いを立てる。登園の誓いは、登園決議とも称され、三国支援儀などの序盤に登場する劉備、関羽張飛の三人が、宴会にて義兄弟となる誓いを結び、生死を共にする宣言を行ったという逸話のことで、ある。これは、 生死の三国志にない逸話であって創作上の話であるとされており、劉備が二人に兄弟のような恩愛をかけ、関羽、張飛は常に劉備の左右に実して守り、職官建国に際して大いに功績があったという史実に基づいて作られた逸話である。我ら三人、生まれ死妃、時は違えども、兄弟のちぎりを結びしからは心を同じくして助け合い、 困窮する、者たちを救わん。上は国家に報い、下は民を休んずることを誓う。同年同月同日に生まれることを得ずとも、同年同月同日に死せんことを願わん。高天候どよ、実にこの心を鑑みよ。儀に粗無気温を忘れれば、天人共に陸すべし。年流遺跡は長品へども、再生帰欠ため兄弟即同心協力、休婚不起情報国化したやす。 はじむしょ普及同年同月同日生ただ願い同年同月同日思考天候度ルるンこの心瀬疑望音天人とも陸文章を読む劉備と勘武長秘書は兼公金軍対策の義兵を募集している考察の前で劉備がため息をつくと大の男が世のために働かず縦札の前でため息とは 情けないと声をかけてきたのが、新長八尺表等看板ツバメガントラヒゲコエワ巨来勢女本場という男、張飛であった。劉備が自分が止め息をついたのは、己の無力に気づいたためだというと、張飛はそれなら、自分と一緒に立ち上がろうと酒に誘う。訪れた酒場で彼らは、新長九尺ヒゲ蝶二尺面女獣、夏目唇若塗り油炭大鳥眼伏せ三眉、 僧帽堂々居風鈴林という赤ら顔と、見事な髭を持つ一人の異常夫、すなわち、カウと出会い意気投合する。長飛の屋敷の裏の桃園で義兄弟の誓いを交わした三人は、彼らの呼びかけに応じた者たちと酔いつぶれるまで酒に、興じた。その翌日、人が集まったは酔いが群馬がないことに気づくが、偶然近くを訪れた馬商人、朝鮮兵と行けるそうに、馬や、 軍資金などを援助してもらう。そして、劉備は、私有一帯の剣、関羽は八十二金の霊園の小切り、張飛は一条八尺の天候保護を鍛冶屋に作らせた。あと、彼らは集まった約五百の手勢を率いて、優秀大手流園のもとに馳参じた。話、数と、姓関名は、阿ザ雲長の兵をカバの集会両人。聖徳神眉を取り目、髭。 免除紫玉、身長九尺二寸。君、春秋左伝、観覧親族子伝、貧政土悪、いうんほんけんかんい運本県館員どんざい高まかない。国外はじむ民。進む県霊殺、両、亡命等等、前王軍。不倫棚未表新宮分、金繁吉友客優一人、聖張名妃、あざつばさいさお、のつばめ国軍汎用日となり。聖徳表等観願。 沿岸虎髭、身長九尺、あまり、声若巨匠、内郷乙美。陰在門首りつ未、観光外前すぎ、生徳上下を卑属衣服ぼろ、膝盆諸人。重宝向き前、未、観光世霊。石郷関霊。紐曰く、君子何王、人衆人士。石郷未、紐、官暇をまた紐、こと曰く、年暴加藤回収人士。よ。 本県館逆民不幸、我札の不安大中獣、高来るこの諸避難。日密観光話し室、の大丈夫の志、水郷観光を出資中。日酒美領種、進む二百戦士来たる。主人、王政寺氏、関光美、被菊殺儀の人、話ことダンウィンギは。酒、陣、関光翌待ち帰り坂月、の、南線、有観難の意。い 兄ユーゼリ、ゆうぜり、さいさけび主人、少主、きたる。二人は三将官、言語い投げ、友女敬休。せいぜ、竜古召、アイピ、君子に喜び開示。木一人、生竜名備え、あざげん伊佐を、拓州繁栄賢人氏。の男敬て十七代賢孫、中山康史を竜召の後。生徳竜順王取り目、うせゆかた。身長七尺五寸、しげけすぎ膝。 ご元気度、不景、ういろ。高血英語、証拠ともかおり赤変利ため生。斜藤南閣日もろ儀城、優一総寿、生高五条、あまり、進む冒険重々、序章社外。上り来たるなか海この木肥本、必ずで寄人。現伊佐生生じ、友や中所生治義を受か。我ため天使、この名が朝戸のなり。その王子、竜伊佐尾善美。 現、伊佐尾初子の子曰く、南寺持ち五儀レれン、伊佐前父元木、キツマ曰く、田治一家、リモン。元木曰く、我屋中子のちご、非常人なり。南寺持ち初子の子。年十五、母思考学、自己休校大処露食書学業。伊佐尾夫人落読書、高見場、美服、アイオン落。当日元半利用市場駅津、なりくる支店中外座駅津。 関、長に瞳、伊佐尾子、聖徳上家を非属、優先発、婦人帝副儀、関公推進士を徳公。大やに、入城河をまた非凡貴人、成り不水事、節三便因。因まかりむか、長被は三、伊佐尾子をまた、雪因まかりむか。非、合徳公同座。三廃種まかりむか、三人同宿むか思考、便吟合。 優勝彦と曰く、この諸不税、座、書、に交付捨てる、周平宅良院人坂月、に孔美彦と、貧水ひいたる宅中。あと言う、桃園、園内有一商店、翡翠郷に皇帝上、知主、三人官員、委官、三人閣女年孔、伊佐尾孔基長、関孔玉継、被災省、イコれ大物ため兄、小物ため弟、 再白馬祭典、札から杉生う祭り地。普及同日生、ただ願い同日死。三人同行同座道、眠り、武けため兄弟。大至る地震刊前奏平和三国島木の上、三国史平和上官に上記のエピソードがある。またこのことを後に長飛は、桃園決議と呼んでいる。中国民間伝承の三国史を柴田隊三国という。その中では、 兄弟の順位を決めるのに、桃の木に最も高く飛びついたら兄になるというユーモラスなエピソードになっている。また、真の良性王家、記伝先に引用される、関西古事にも、関羽の前身と、長肥度などを含む桃園の誓いの伝承が記述されている。花関作伝の、新編前奏折衝は主花関作出身伝毎週、では、劉備、関羽、 張飛は青口と幻道にある死話病で義兄弟のちぎりを結んだ。その時に関羽と張飛は後のために互いの家族を殺そうとした。張飛は官兵を殺せずともとし、関羽の夫人、古今忠をも逃げさせた。妊娠していた古今忠が生んだのが後の赤作でありここから赤作の活躍が始まる。大至る地震勘前奏兵は三国島木の上。 中国の民間振興と同郷、関西大学文学部二階堂研究室、2010年7月31日閲覧。三国志の劉備の故郷、東園決議の老僧村、決定版、三国志交渉時点別冊歴史特本、新人物往来者1996年、ISBN44 億40 402万4096、24から25ピアニッシモ。 浜田博史、関羽の息子、花関作伝、決定版、三国史交渉辞典別冊歴史特本、新人物往来者1996年、ISBN44 億40 402万4096、86ピアニッシもマイナス96、該当は88、ピアニッシも桃園の地改編、横山見つてる、漫画三国史から学ぶ、人生君から日々ぜ高額、 2016年8月7日、閲覧。CR 一気当選 SS には、プラチナゼブラ投縁の近い一気当選リーチゴールドタイガーシャッター。YouTube、2016年8月7日閲覧。ありがとうございます。